失礼します。あ、おはようございます。おはようございます。それではインタビューの方させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。まずですね、今回2人の方から、はい、重大発表があるとお伺いしたんですけれども、よろしいでしょうか。あ、そうですね。まずはすみません、皆さん、お忙しい中、このように極楽とんぼで、番組を やるにあたってお越しいただき誠にありがとうございます。はい、で、何でしたっけ。あ、そうなんですよ。この度ですね、2021年の1月より、極楽とんぼ2人でですね、BS 日テレさんの方で週末極楽旅という、番組をやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、次以来のレギュラーでのコンビの出演になります、はい、そうですね、我々ちょっとすいません、態度ちょっとポケット、はい、手をもうすいませんね、とんがない、はい、ちょっとシールドでなんかこもっちゃって何言ってるか納得いかねえっつったんだ。納得がいかない、うん、なんでお前だけそれ用意されてんだよ。それ衣装だろそれ。シールドは2人で。シールドしてんだろ俺2人で用意していただいて。衣装だよ。衣装、あ、これ事務所かな、事務所が用意してくれたやつ。お前のだけ用意してやって、なんでも俺は私服なんだよ。おかしいだろこんな記者会見で、お前いろいろもカメラも回ってんのによ。カメラ回ってんのに、お前俺だけも恥ずかしい思いしてんじゃないか。俺私服で手出した方がいいんじゃないか。出すよ。手なんか出す気持ちになれるわけねえだろこの状況で。私服で出させられて手出す気持ちになれるか。これもう映ってるからね、世の中に発信されてるから。なんでお前だけタキシード用意されてるの。はい、ディスタンス。お前だけなんで用意されてるんだよ。だからそれ、まあ、事務所がね、今回事務所さんがですね、事務所サイトの方から。お前も脱げや。今回の事務所サイトがちょっとね、今回は着替えてこいって脱げやです。ちょっと待って、ちょっと脱げ。手出すなよ。手出すといいよ。お前そういうのおかしいだろ。いいだろ。事務所さんが、事務所サイト、おかしいだろ。事務所だったらまあ2つ用意するの当たり前だろお前。なんでお前俺だけ用意されてねえんだよタキシーだお前。お前俺だけ私服で出させられたよお前。そうだな。こんな恥ずかしいことねえだろ。そうだ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 ってなんだよお前。おいチャランポだチャランポだお前。チャランポだぜお前。何言えねえ。全部動くよ。今こうやってお前記者会見やってんだろうが。関係ねえ。お前なんで俺が用意されてんの。納得いかねえって言ってんの。ああ、じゃあもういらしてもらうぞ。なんだよ。お前はもう吉本興業じゃないの。おい。なんだお前この野郎。分かってるそんなもんお前。吉本さんがでも吉本残すのダメだろお前。週末極楽旅。登録解除したからな。関係ないだろ。
しました。改めて2人から大事なお知らせです。1月13日夜水曜日、水曜日先だろ。大体わかるだろ、13日だけ言っとけば。夜だろ、朝の9時からやる番組じゃねえだろ。せーっと1月13日夜9時から、週末極楽旅スタートです。見てね。なんでや、毎回喧嘩もあの日以来やっています。 BS 日テレ週末極楽旅、1月13日水曜夜9時スタート。お楽しみに。